生時代医療に携わる仕事がしたいと漠然と思っていた中で、患者さんだけではなくて家族やその周りの地域の方々ですとか病院の医療のスタッフの方々と幅広く関わりを持ちながら社会的、心理的、経済的に支援が必要な方々の問題解決に向けて働きかけていく医療ソーシャルワーカーの仕事に魅力を感じているところがあって、ゼミの先生から紹介していただいた病院に就職しました。担当している仕事は主に退院や転院の調整になります。患者さんが退院後安心安全に生活をすることができるように、患者さんやそのご家族さんと相談を重ねながら介護保険のサービスの準備を行ったり転院先の選定などを行っています。退院後のより良い生活に向けて患者さんやそのご家族さんと相談を重ねながら身近にサポートができるというところにやりがいを感じています。患者さんによって病気の状態や生活環境が異なりますので、それらに合わせて支援を行っていくというところに難しさを感じています。ソーシャルワーク演習になります。その学習の中で行われたロールプレイという学習になるんですけれども、実際に自分自身が支援者、相談者の立場になって体験することによって、それぞれの気持ちをよりリアルにイメージすることができました。大学で学んだ社会福祉士としての専門的知識やコミュニケーション方法については、実際に患者さんや家族との関わり方ですとか、その他の地域や医療のスタッフの方々との連携に生かされていると思います。多角的な視点を持ちながら問題解決に向けて患者さん一人一人と向き合っていきたいと思っています。また退院後に医療ソーシャルワーカーのサポートがあってよかったと思ってもらえるように、これからの業務に日々精進していきたいです。ソーシャルワーカーの仕事に興味を持った皆さん、ぜひ大正大学の社会福祉学科で学んでみませんか？